レイクブルーズは2011年に大阪府東大阪市で発足した野球チーム。2011年から関西独立リーグに加盟し、2012年のシーズンから公式戦に参加した。2013年のシーズン終了後に関西独立リーグを脱退し、2014年からは兵庫ブルーサンダーズと共に設立した関西独立リーグに加盟している。 2020年までの運営母体は特定非営利活動法人のスポーツクリエーションで設立当時の代表は中野明だった。初代監督の村上隆之は2010年限りで解散した大阪ゴールドビリケーンズの監督を務めており、改めて大阪府は本拠とする球団に関わることとなった。口述の通り2020年のシーズン終了後に 株式会社06の運営に変更となった。チーム名は06については大阪の市外局番であるとともに将来的には関西の2府4県6の頂点に立つという野望から、またブルズについては村上監督が選手として活躍した近鉄バファローズから付けられた。村上は加盟発表の記者会見で豪快な手前野球と緻密さを融合させたいと語った。 加盟発表直後の村上へのインタビューでは、チーム名は公募であったこと、本心はバッファローズと付けたかったことを述べている。本拠地球場は、花園セントラルスタジアムでこの他に、豊中ローズ球場を使用する。2012年の関西独立リーグ加入当時は、隅の江公園野球場や、竜巻運動広場野球場でも試合を開催したが、2013年以降は、実施していない。 リーグの他チーム同様、基本的に選手は無報酬で、アルバイトなどにより生活費を得ている。2011年6月28日に、関西独立リーグが、スポーツクリエーションを運営母体とした、新球団の準加盟申請を承認。元近鉄バファローズ選手の村上隆之が監督に、就任。監督の村上によると、当初のチーム作りは、ゼロからのスタートで、 選手募集も村上の個人ブログで告知したという。2011年10月20日ホームタウンとなる東大阪市内の球場で記者会見し、正式に関西独立リーグ仮面を公表した。加入初年度の2012年は全校期とも優勝争いに加わったが、いずれも僅差で兵庫ブルーサンダーズに及ばなかった。しかし、 年間優勝チームを決めるリーグチャンピオンシップでは、一勝のアドバンテージを持つ兵庫を3勝0敗で倒し、初年度にして年間優勝を達成した。2年目の2013年は前期は2位、後期に優勝を達成。前年と同じ兵庫との対戦となったリーグチャンピオンシップを3勝1敗で制して、2年連続で年間優勝チームとなった。 2013年12月に関西独立リーグを脱退後、兵庫と補調を合わせて、ベースボールファーストリーグを設立し、所属球団となる。新リーグ初年度の2014年は、レギュラーシーズンは2位であったが、レギュラーシーズン優勝の兵庫とのチャンピオンシップに2勝、0敗で勝ち、チャンピオンシップによる優勝チームとなった。関西独立リーグ以来、チャンピオンシップでは、 兵庫に対して通算3連勝となる。2015年度は全後期ともに2位であった。リーグ規定では全後期を制した兵庫とチャンピオンシップが開催される予定であったが、試合日程の都合で取りやめとなり、4年連続でのチャンピオンシップ優勝はならなかった。2016年3月、代表が水永翔太に交代するとともに、元プロ野球選手の大西弘明2名が、 新たに理事に就任した。2016年シーズンはリーグ戦では前年に続いて2であったが、今年度のみ開催されたトーナメントステージでは3回すべてに優勝し、リーグチャンピオンシップ出場権を獲得した。リーグチャンピオンシップは初戦から連勝したが、第3戦から連敗し、リーグ優勝によるアドバンテージ一勝を持つ兵庫に逆転で敗退した。 ポストシーズンゲームでは初めて兵庫に敗れた。2017年は、首位の兵庫に10.5ゲーム差をつけられ、チャンピオンシップの開催条件となる5.0ゲーム最内に入ることができず、2年ぶりにチャンピオンシップに出場できなかった。2018年は、和歌山の優勝決定後、兵庫とチャンピオンシップ出場の2位を争う形と、 なったが、直接対決の最終戦に敗れて3位となり、前年に続けて、チャンピオンシップ出場を逃した。シーズン終了後の11月6日、中日ドラゴンズコーチへの就任が決まった、監督の村上隆之が退任し、後任には、元近鉄コーチの村田達美が就任することが、発表された。二千十九年八月一日に、元阪神タイガースの桜井光大がコーチに、 就任すると発表した。2019年のレギュラーシーズンは、兵庫に0.5ゲーム差の2位となる。3年ぶりにリーグチャンピオンシップに出場したが、兵庫に8対12で敗れ、5年ぶりのチャンピオンシップ、制覇はならなかった。2020年シーズン開幕後の7月12日に、選手に新型コロナウイルス感染者との濃厚接触があったと判明し、 13日から活動を停止した。7月16日に選手1名が PCR 検査で陽性反応であったことが発表された。今シーズンは3位に終わる。シーズン終了後の11月6日、球団運営組織を NPO 法人から株式会社06に変更すること、及びコーチの桜井光大が昇格して監督に就任することと谷口孝一が ゼネラルマネージャーに就任することを発表した。リーグ戦2位とのゲーム差チャンピオンシップリーグ戦2014年はチャンピオンシップ勝利チームとしての年間優勝。トーナメントステージチャンピオンシップ指導者、選手はサッカーチーム FC 大阪との間で2013年3月27日に相互協力提携を結んでいる。2017年よりプロレス団体、 ドラゴンゲートに所属するプロレスラーらで結成されたドラゴンゲート野球部との野球対決をメインとするチャリティーイベントを開催している。なおこのイベントの収益金は地元東大阪市のラグビーの町東大阪基金に寄付される。球団名にあるおうしのブルル。デザインは球団ロゴやユニフォームをデザインした鈴木はじめたいによる。ありがとうございます。